この二人付き合っているのに。マカダミアナッツ好き。名前も呼べない。ありがとうございます。ごめんなさい、崩れたかな。手もつなげない。キスもできない。そんな二人のミラクルリビストーリー、映画アニトモ。ある日、兄の友達が家にやってきて。西野ソダです。奥手な女の子マイは壁越しに聞こえた一言で、妹さん可愛いな。意識しちゃう。なんか溝落ちのあたりがこそばい。壁越し鈴抜けラブ。好きでいてもいいかな。この人です。え、俺が今日好きになった人。俺ガンガン行きますから。三角関係勃発。今から俺の行きつけのドッグカフェに行ってごらん。こんばんは。女の子の言葉にできないラブサインを決して見逃しちゃいけないのさ。あの違います。俺たち、ごめんなさい。七瀬さん、七瀬さん泣かせるなんて俺絶対にしたくないのに。あいつのこと諦めんのかよ。七瀬さんが一生好きだ。私の、俺の、生まれて初めての両思い。